今日なんですけど、前回もね、ポップアップ、知り合いの人がやってるポップアップに来て、いろんな服を着替えて、俺はどうやって服を選んでるかみたいなのを見せたと思うんですけど、また今日ね、SS かな、インスタ、AW ですかね、AW? はい、ポップアップをやってるということで、こちらに来ました。なんかちょっと音楽流れてて、Vlog チックな感じでしか映せないかもしれないんですけど、一つ思ったんですけど、はい、めちゃくちゃ試着めんどくさいファッションじゃないですか。いや今日ちょっと麻生先生とのコラボ撮影があって、はいはい、その帰りでそのまま来ちゃったんで、試着めちゃめちゃめんどくさいんですけど、はい、うまいことやっていけたら行ってみましょう。じゃあまずタクヤ君メイヨン今回試着はこれすごいっすね。これめっちゃ目に入ったんですよ。かわいいっすね、リバーシブル。すごいね、キルベロスみたいな。なんか見覚えある。これ好きだな。この辺がいいじゃん。おー、かわいい。かわいいですね、でも。よいしょ、青もいい。おー、違うここじゃないな。これさっきのさ、違う違う、これそれ可愛いっす、いいじゃん。リバーシブルしても可愛い。鏡の人フードまで入ってんのかな、なんかなんかないでしょ。カーペットではないです、別に。カーペットと同じ生地を使ってるってことですね。カーペット着てみていいですか、やばい。あ、似合う。可愛いですね。うん、めっちゃ可愛い。見た目はね、めっちゃいいんですけど、重たいでしょ。重たいっすよ。重たいけど、高い。あ、でもめっちゃ可愛いっすね。え、めっちゃ可愛いっす。これ一着作るのに1年ぐらいかかってる。え、1年なんでなんで職人さんとやり取りしたりとかで、1年かかってるみたいです。なんかいきなり。え、いきなりなんか原宿系になってる。原宿系。海外の子供みたいな。黒髪だからかな、なんか髪の毛明るかったらめっちゃ似合ってるんですけど。もっと上下にしてたらなんか可愛い色。海外の子供。わあ。オレンジペイズリーも可愛いだろ。キャンプとかにいい。ああ、いいですね。しかもあったかそうですね。キャンプね。うん、やりてぇ。骨好きっすね。骨のだってさ、レザーとかあるじゃん。そうっすね。もう始まっちゃったよ、これ。始まっちゃったよ、世界観。あれこれ来ちゃったよ。あれいるじゃん、こういう人。なんかこういう風に服をいっぱい見るの久々なんじゃないですか。そうだね、最近見てみたよ。
ゆうさん最近めっちゃ派手なメガネ、サングラスめっちゃ持ってます。宇宙人みたいな。おお、似合う似合う。これにやっぱこれですね。はい。これやっぱりかっこいいやん。あ、かっこいい、めっちゃいいっすね。ちょっと映してほしいんですけど、ここにちっちゃい青のハートバンドがかわいいですよね。本当だ、かわいい。なんか見たことある。ポン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 。あとあのごぼうの塔の。当ててみましょう。いくらぐらいですか。ピタリ賞でメンバーからプレゼントです。じゃあ俺たちもちょっと当ててみようよ。わかりました。当てていいですか僕。4万。6万。刻んだ刻む男、勇士。インテリアが2つついてるんですけど、カリスマ販売員だったんですよ。その人が90年代の裏腹のカルチャーを落とし込んで、かっこいい。結構あの人気です。勇士さんいくらだと思ったんでしたっけ。いや、ちょっといいです。刻んだ刻んだ刻んだ。高そうな気がしてきた。ベストは9万円。チェックシャツ3万6000円とかで、ライダースここら辺だと18万。なるほど。8万円、9万円プラスタックスですね。9万9000円ね。ぎったっすか今もしかして。どこのか分かんないのか。ああ、マジっすね。もちろんです。あとはありますか。このベストだね。気持ちを安くできると思います。気持ちいい。僕からもお願いします。この青いハート取ったらいくらですか。青いハートそういうのにやってる。同じかな。あー、ちょっとこれ欲しがってるな。買うぞこの人これ。あ、そう、誕生日やね。え、ケンちゃん思い出したの。知ってますよそんな。何時間か誕生日。それは知ってますよ。ライダースとかもハート入ってるのが一応13っていう数字が入ってて、デザイナーも好きなんで。そういうことなんですね。はい、このライダースとかは12個しか入ってないんで、まあ、自分のハート入れて13で、YouTube で次これ出しますとか、これ今作ってるこのライダースはこのカウレーザーでとか、結構こだわり持ってやってるんですよ。こだわりを感じるっすね。はい、なんで一個一個語る部分がすごく多いってなんで。ファーストラストさん、かっこいいですね。かっこいい。どれが一番いい。今回は骨。これはいつ手に入るの。一応デリバリーが4月5月でもうすぐ行ける形か、まあ秋口とかでも。今年のもう春に行きたいんで。確かに。そうです。あ、そうですか。昨日とかもあれですね。はい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 、はい、そうなんですよ。今記憶なかったね。金沢。金沢、そうだそうだそうだ。ディテールさんで頑張ってます。結構そうですね。そうなんですか。はい、その時期からも。あ、そうですか。よし、ちょっとこれタイプだったんですけど。確かに優勝特別プライス。あ、そうですね、そうですね。じゃあお願いします。今後ともぜひファーストラスト、結構ファーストラスト、はい、いいブランドなので。え、結構前からあるブランドなんですか。いや、もう1年立ち上がって1年です。あ、そうなんだ。で、結構卸し先のオファーもあったんですけど、やっぱ生産数も限られてるので、お断りしてて。特に1年ライダースとかレザー系はめちゃくちゃこだわって作ってますね。なんで1年でこのクオリティ出せるの。そうなんですよ。なんでもうほんと90年代のやっぱどっぷり裏腹のカルチャーの中にいた人なんで、服作りとかそういったものに対しての情熱は多分めちゃくちゃありますね。若い人なんですか。42ですね、僕の2公演なんで。で、結構その語っての YouTube でその事例はこういうところからこうでこうでって語って、お客さんがもうついてるんで、もうリリースしたらすぐ即完みたいな感じで、展示会ベースでやってなくて、まあ、前回から2回目だと2回なんですけど、ちょっと始まって。 YouTube で何てやったんですか。ファーストラストで出てきますね。大塚恭平で、はい、ちょっと見てもらうと、その事例はまだ発表してないですけど、結構いい話とかが聞きます。いい出会い方しましたね、本当に。このなんかさりげないこの部分のこいつにちょっと内向かれたとかあるね。かわいい。
これあるのとないの全然違う。後で来てきます。お願いします。来てもらおう。サムネ撮りますジレとかなんかこういう感じで。あ、そうです。OK です。一番タイプだったこの服を購入させてもらいました。ガチ購入ですからね、これ。ガチで。知らなかったブランドなんですけど、元々ってなんかどこのブランドだかわかんないんだけど、かっこいいなと思って一目惚れして買うのすごい好きで、今日はそれを久しぶりにさせていただきました。デザイナーの愛がこもってる感じが、服を見て伝わったので、値段はがっつり外れたんだけど、でもその値段でも欲しいと思えるって、やっぱりこの服の力だと思って、これがかっこいい服を紹介できればと思うんで。ファーストラストチェックしてください。ありがとうございました。バイバイ。